神でさえお前らには慈悲の心を持つまい。様だよ。奴らが我々を見つけるのは時間の問題だ。それを分かっていれば誰でも彼でも雇うからこういうことになるのだ。守りを固めないとまずい。いい知らせは多分ないんだろうな。もちろんだ。考えてることは同じだな。いいだろう。君が知ってることを教えてくれ。女が閉じ込められてる。どういうことだ。その女は誰なんだ。それよりもっと大事なことだが、彼女はどこにいる。では君が彼女を奴らのところに送り込んだんだな。奴らが何だって。そして君は奴らを止めなかったと。書を確保しなかったのか。君がまだ生きてるのは幸運だよ。あるいはもっと悪いことに。つまり奴らの仲間にならずに済んだのは。おお神々よ、こいつは最悪だ。私と君の手には負えないな。そんなことをいつ言った。ただ我々は助けを必要としているだけだ。奴らが大胆にもここを襲撃するなら、状況は思ってたより悲観的だな。ここにも優れた人材は揃っているが、ここ何年かの間に私が知り合い協力し合った人々がいる。この状況を切り抜けるには彼らの技術と才能が必要だ。君が彼らを見つけてくれたなら、我々にも勝算が立つかもしれない。単刀直入だな。好ましいことだ。教団の能なしどもとは大違いだよ。集団の規模は小さい方がいい。人が多すぎると余計な注目を浴びてしまう。ソリーヌ・シュラルドを仲間にしよう。手先が器用でとても賢いブレトンの娘だ。ルーマーの文化に魅せられていて、特に彼らの武器への興味があるらしい。最後に消息を聞いた時は彼女はリーチにいた。ドワーフの最大の遺跡を発見できると見込んでいたようだ。多少説得は必要だが、彼女にはそうすべきだな。ガンマーも見つけた方がいいな。冷酷なノルドの巨漢で私と同じくらい吸血鬼を憎んでいる。数年前から動物との触れ合いが大事だと信じるようになってな。特にトロールとの交流が重要らしい。最後に消息を聞いた時は飼いならす野獣をさらに求めてスカイリムを探索していたとのことだ。彼ら二人をここに連れてくるんだ。計画を立てるのはそれからになる。背後に気をつけろ。
たれなクマをもう2週間も追い続けている。これ以上犠牲を出させてたまるものか。このイスラムが他人に助けを求めるだと、残念なもんだな。数年前に言ってくれればな。あいにく新しい暮らしに移ってしまって外せない用事がある。大体自分でどうとでもできるだろう。奴からそう言われたよ。助力が欲しくなるほど困るようなことがあるのか。誰だ。気をつけろ。凶悪なクマがうろついている。あの数年前に、大体吸血鬼だと。そうか、それなら話が変わってくる。何が起きているのか聞かせてくれ。なんてことだ、八大神よ。よし、わかった、一行はする。だがあのクマにこれ以上無実の人々を襲わせるわけにもいかない。あれを退治できたらイスランに耳を貸してやってもいい。自力ではどうなるか分からなかった。ありがたい。助けてもらったわけだし、イスランの望みを確かめるくらいはお安い御用。まだステンダールの灯火の近くの砦にいるのだろうか。もちろんだ。奴はもう何年もあれに手を加え続けている。誰も中には入れようとしない。自分だけの要塞というわけだ。今まで何を企んでたのかを確かめるいい機会になる。現地で待ち合わせよう。あたりにルーマーのジャイロが入った袋はなかった？確かここに置いたんだけど、マッドクラブに取られたのかしら。この前見かけたから、あの時ここまでついてきたのかもしれないわ。ちょっとあたりを見てきてくれない？イスランが私に？きっと何かの間違いだわ。前に話した時、手助けは必要ないとはっきり言われたもの。彼の気が変わったとは思えない。ひどく傷つくようなことまで言われたのよ。とにかく私は今の仕事に満足してるから。じゃあ失礼。吸血鬼？本当なの？そういえば吸血鬼が人口の大多数を占めるようになるまでのシナリオを何通りも提示したことがあるけど、今は信じてくれてるんでしょうね。それで今の状況は？気づいてるかもしれないけど、イスランは常に何かを気にかけてるの。私たちが協力して働けるのはそれが理由よ。それでもあなたをここに起こしたということは、状況が悪いみたいね。わかった。どうしてもというなら、状況を詳しく知って自分を守るために行ってみてもいいわよ。でもね、
ここでの仕事を放り出すことはできないの。とても役立つはずだから。それには傷のないルーマーのジャイロが必要だわ。つまりマッドクラブに盗まれた袋を探し出すか、代わりのジャイロを手に入れなくちゃいけないということ。あなたは持ってない悪いけど、見返りのジャイロが一つもないなら引き受けるわけにはいかないわ。それは分かったけど、ドワーフの道具が一つでも作れなければここを離れるわけにはいかないわ。ジャイロはたった一つあればいいはずよ。それで本当に役立つものができるの。そう、じゃあ残念だけど、まだここで仕事を続けなくちゃ。また今度。マッドクラブが私のカバンを盗んで何をどうするっていうの？それは分かっ、ジャイロがたった一つあればいいはずよ。それで本当に役立つものができるの。ありがとう。量は少なくてもある研究には大いに役立つものなのよ。さて、イスランは私にどこに行けと？ああ、ずっと秘密の隠れ家で仕事してたのね。どれだけ進んだか見るのが楽しみだわ。できるだけ早くここを終わらせてそっちへ向かうわ。後で会いましょう。イスラン、来てやったぞ。お次は何だ？待ってくれ。何をするの？吸血鬼でないことの確認だよ。念には念を入れない。ドーンガード砦にようこそ。我々の敵について少しは耳にしたことがあるはずだ。我々がこれまで見たことのないほど手強い吸血鬼の子だ。そして奴らは清掃の書を持っている。奴らを止めることができるのは我々だけだ。うまくいったけど、彼らが何してるかわかる？この後はどうすればいいの？それはまた後ほど。ひとまず今はこの場所に慣れてくれ。ソリーヌ、懸案中のクロスボウのデザインだが、その作業用のスペースを用意し。ガンマ、ここには広い場所があるから、トロールを囲いに入れて武装させて戦闘に備えるといい。さて、それでは吸血鬼がなぜ君たちを探してここに姿を現したのか、その真相を探るとしようか。ちょっとおしゃべりでもしようか。いつかこうなるのは分かっていた。でも誰もそれを信じようとはしなかったのだ。ドーンガード砦だ。元は第2期の頃にリフテンの首長が所有していたものだった。要塞の歴史におけるちょっとした汚点だが、私は砦を有効に利用しようとしてるんだ。覚えておく価値があることは一つだけだ。吸血鬼に対処する時の軽率な行動は死を意味する。君のせいで無実の者が死ぬかもしれない。私がこれほど長生きできたのはリスクを冒さず、痕跡を残さず、常に注意を怠らなかったからだ。君が賢明なら同じことをすべきだな。話に聞いたことしか知らないが、第2期の時代、リフテンの首長には息子が一人いた。冒険好きで危険を顧みない性格だった。
息子は結局吸血鬼になった。市長は我が子を殺すことができず、大金をはたいてこの砦を築き、守りを固めるために人を雇った。彼らの役割は市長の息子を閉じ込めておくことだった。彼らはその仕事を忠実に立派にこなした。やがて彼らはやむなく息子を殺さざるを得なくなった。市長は彼らを砦から追放して、しかし彼らは任務を放棄しなかった。どこであろうが吸血鬼を発見すると彼らは戦いを挑む。私はその任務を遂行し続けたいんだ。ソリームがクロスボウの改良を手伝ってくれる人を探してる。それに興味がないならガンマーに聞けば何かあるだろう。背後に気をつけろ。注意を怠るな。君の留守中に吸血鬼が現れた。おそらく君がディムホロー墓地で見つけたやつだ。そいつ曰く君に重要な話があるそうだ。では聞かせてもらおうか。私とまた会うとは思っていなかったのでしょうね。私もここに来たくはなかったのですが、話したいことがありまして。大事なことですから、そこのお友達が癇癪を起こす前に黙って聞いてくださいませ。話は私のこと、および一緒に埋まっていた清掃の書のことなのですが。清掃の書を持っていてあそこにいた理由、すべては父にまつわる話なのです。もう薄々感づいているとは思いますが、父は吸血鬼の基準でも好人物とは言えませんわ。でも昔からそうではなかったのです。ある時埋もれた予言を見つけて没頭してしまってからですのよ。父はそれに熱中、没頭してしまったのです。病的ですらありましたが、予言には吸血鬼たちが太陽を恐れなくても良くなると書かれていたのです。吸血鬼の王を自称する者にはかなり魅力的な内容でしょうね。とにかく母と私は全タムリエルとの戦争を引き起こす気にはなれず、止めようとしたのです。だからこそ清掃の書と共に埋められていたのですわ。そういたしましたわ。でもあなたはなぜか信用してもいい気がしておりますの。勘違いじゃなければいいのですが。そのつもりですわ。残りの者たちが吸血鬼を信用できればですが。さあ行きましょう。説得するのにあなたの助けが必要になりそうですわ。わかった。君は奴の言い分を聞いたというわけだな。では教えてくれ。その血を吸う悪魔を今すぐ殺さない理由が少しでもあるのか。あの予言のことか。吸血鬼が太陽を消そうとしているという。あんな話をちょっとでも信じてるのか。さあな、死の願望でもあるのか、ただ頭が変なだけか。どうでもいいことだが、奴がここにいるのは構わないが、ここの誰かに少しでも危害を加えたら、それは君のせいだ。いいな。聞こえたか。
来客のように振る舞うのはやめろ。君は客ではなく人材なんだ。何かの役に立て。それと私が突然寛容の念に駆られたことを後悔させないでくれ。後悔したら迷惑を被るのはここにいる君の友達なんだぞ。ご親切にありがとう。次にお腹が空いた時には今のを思い出すことにいたしますわ。背負っているものに気づいていらっしゃらない場合を考えて言いますが、清掃の書を持ち歩いているのです。何が書かれているにせよ父を止めるのに利用できるはずですわ。もちろん私どもはどちらも読めないわけですが、読めるらしいと聞いているのは生産の僧侶くらいですわ。読み始めるまでに何年も準備に費やすそうですけど、いずれにせよ大陸の反対側の城ディールにいるから役に立ちませんわね。数日前に帝国の学者がスカイリムにやってきた。路上で張り込みをしていたら彼が通り過ぎるのが見えたんだ。多分あれは君の探している生産の僧侶だろう。彼が今どこにいるか知っておりますの？ダメだ。そんなことに人員を割くのは無理だ。我々は君たちの種族と戦ってるんだぞ。そして私はその戦いに勝つつもりでいる。彼を見つけたいなら旅人を相手にする連中を当たればいい。大きな町の宿屋の主人とか馬車の御車とか、君自身の足でこなすんだ。この広いスカイリムで生産の僧侶一人を探し出すのは大変ですわ。この広いスカイリムで生産の僧侶一人を探し出すのは大変ですわ。何か目星はございますの？まあ以前はいろいろと。最初に行こうと考えたのはウィンターホールド大学でしたわ。魔法や歴史を学ぼうと思いましたの。ウィザードは普通の人たちが知るべきではないことをいろいろご存知ですものね。実際問題考えてみたのですけれど、あなたと一緒に行くことにしましたわ。外に出て歩き回ってみたくてたまらなくなりましたのよ。